今から資料1に入りたいというふうに思いますので、ちょっと見ていただければと思います。まず、3ページに目次があると思います。これはですね、この目次のところに、表示ミス事例に登場するアイコンの読み方という アイコンの読み方についてあの解説があります、まあ、それからちょっと見ていただければというふうに思いますが、一応です、ね、事例によってその、体制不備、ヒューマンエラー、えー、制度理解不足というようなあのことに、まあ、一応分けてありますが、あのどれか1つといいますか、これ、書いてあるどれか1つこれが、これがダメだったからダメだったんだということではなくて、どちらかというと、それぞれ絡み合ってることが非常に事件としては多いかなと。 いうふうにあの感じています。それからコラム、あのこれもあの進むうちにですねあの、解説をしていきたいというふうに思いますので、えー、ご覧いただければと思います。これですね。えっ、ー、と、それではですね、えー、4ページ、5ページはちょっと見ておいていただきまして、えー 6ページの事例からいきたいたと思います。ここに載せてある事例はですね、農水省から頂い,いた実際にあった事件、あるいは、えー、とスーパーマーケット協会からいただいた実際にあった事例についてあのあの掲載をしています。ただ、あの品目については少し、えー、とアレンジをしてあ,りあったりしますが、まあ、基本的にはです、ね、あのこういうことが起こっていると。 いうことで、えー、ご理解をいただければと思いますが、まずは、えー、とここにあります、えー、と白ハマグリと通称されていた、ホンビノス貝というふうに、えー、書く必要があるんですけども、まあ、白ハマグリとあいうふうに、まあ、通称呼ばれていたことからです、ね、ハマグリホンビノスという表示をしてしまいましたというところのお事例でございます。 でこれはです、ね、コラムにありますが、えっと、魚介類の名,名称っていうのはです、ねあの、魚介類は、まあ、例えば魚であれば、生鮮であればです、ね、成長棒だとか、まあ、地方によって呼び方が違うというようなことがあります。したがって、名称っていうのはあの、結構書くのが難しいというケースもあるんですけども、えー、ここにはです、ね、あの魚介類の名称のガイドラインというのが、消費者庁からあの出されています。 えー、この魚介類の名称のガイドライン、えー、この今、お手持ちの冊子のですね、一番、えー、と最後のページにですね、少し、えー、そのご紹介をしてあります。で、すべてのものはですねあの、消費者庁のホームページを見ていただきたいんですけども、この冊子の36ページ、37ページのところにですね、えー、ちょっとこれをちょっと先に打っちゃいますと。 あので出ています、魚介類の名称のガイドラインということで、えー、これをですねぜひあの、もしご存じない方がいましたら、ぜひ参考にしてもらいたいというふうに思います。えー、実際問題のすべてのガイドラインはホームページから取り出していただけないといけないんですけども、ここの例えば次のページに一部抜粋が出ています。えー 国産の生鮮魚介類の名称、あるいは海外の魚介類、外来種の名称例などが、このガイドラインには記載をされていまして、特に注意してもらわないといけないのは、ここに海外のです、ね、外来種の名称の例などにおいてはです、ね、使用できない名称例まで記載があります。えー、したがってこの使用できない名称例,例えば アメギスだとかあいうものは、白ギスとは書いてはいけませんということになっています。えこの名称のガイドライン、えーとまああと、何ページかありますので、ぜひあの、えー、消費者庁のホームページからですね、この Q&A を、えー、見ていただければというふうに思っていますで。ちょっと戻りますね。まあ、そういうことで、あの名称についてはですね、あのこのお 名称のガイドラインというのを十分、えー、と見ていただければというふうに思います。で、次にですね、えーと、シジミの原産地を青森県産と表示をして販売しましたということです。これ正解例はですね、この表示ミス事例の下の方にあります、えー、シジミ13個、えー、青森県産等の、まあ、漁獲した水域名、養殖場がある場合はですね、それを はっきり書くということが実際に求められているという状況です。したがって、それが困難な場合においてはですね都道府県名の記載が可能ということになってますので、そこもですね原則はどちらかということをぜひ理解をしていただければというふうに思います。次にいきます。原産地名に他ほかと表示して販売をしてしまいました。 これもですね、まあ、チラシの内容をそのまま、えー、書いてしまったということで、まあ、その他っという表示はまあ基本ありませんので、えー、ここにありますように、えー、以下のような表示をすべきだったということが、まあ、正解例として挙げられています。でこれもですね、まあ、の体制不備、まあ、ミスの要点のところに体制不備、えー、というのがありますが、基本、 えと制度の理解がやっぱり不足していたんではないかなというふうに考えられます。え次に、えーと、冷凍の生鮮食品に原産地名等を表示せずに販売してしまいましたということで、えー、とこのへんもです、ねえー、原産地名、養殖された旨というものがあの必要であるという制度の理解がです、ね、十分できていなかった。これはもう読んでいただければいいかと思いますが。 個別的表示事項ということで、水産物については、えー、凍結させたものを解凍した場合は解凍、養殖されたものの場合は養殖という表示が必要になってきます。こういうです、ね、あの個別的表示事項というのは、これから後にもいくつか出てきますが、えー、個別的表示事項があるかないかというのをぜひ把握をしていただければというふうに思っています。 その次ですが、えー、生鮮食品に原産地、養殖された旨等を表示せずに販売してしまいましたということです。で、ここはですね、直接的な原因ではないんですけども、まあ、加工と生鮮という区分、あるいはよくあのバックヤードっていうのをインストア加工と呼ぶことがありますが、そこの加工っていう言葉と生鮮という言葉が、まあ、あの混乱する、まあ、一つの。 お要素かなというふうに思っています。したがって、ここの、えー、と従業員の方がインストアでの加工をですね、加工食品と思い込んでしまったということで、えー、表示に必要な原産地名養殖された旨、回答した旨の表示が結落してしまいましたということです。 まあ言葉がですね、インスタ加工とはどういうものかというのは、そこに参考に記載をしてありますので、のこのあとにも、生鮮と加工というのが、表示の世界では意外に難しいということがあります。ここも理解をしておく必要があるかなというふうに考えます。次に、誤ったデータ使用によるご表示。 えとこの辺からはですね、こうヒューマンエラーだとかっていうのが、ただ出てきます。えー、スーパーの本部バイヤーが仕入れ先から大分県産と伝達を受けたにもかかわらず、まあ、多忙からあの仮入力していたものを入れてしまいましたということが、まあ、もう本当にこうヒューマンエラーということになりますが、このヒューマンエラーっていうのは、あのこう見ていくと意外に多いな、あるいはその入力を うっかりしましたっていうような事例がですね、かなりあるなということが、これを見ていただいている中でもあの出てくるかと思います。えっと、これもそうですね、伝達ミスということもですね、非常に多く見受けられるものです。で、この辺はですね、えエビの納品伝票の原産地名を、 まあ誤っってて記載をしてしまったと商品箱には正しい原産地名を記載をされていたんですけども、納品伝票のほのが書いてあるものをえ誤って書いてしまったということが、この事例として挙げられています。まあ、この,辺のですの確認体制というのがまあ非常に重要になってくるということでございます。 でこれも同じような、えっと、社内の伝達漏れですあの。ここからですね、かなりの15ページぐらいまでですね、この伝達ミスなどが、入力忘れ、伝達ミスなどが続いています。えー、これは、えっと、アトランティックサーモンの加工時にですね、もうそのサーモンを大きめにカットしてしまいましたと。 したがって、キングサーモン用のトレイに入れちゃいましたっていうことですね。で、そのキングサーモン用のトレイに入れちゃったのを、まあ、これはですね、伝達をうっかりしてですね、していなかったということで、えー、間違えて、えーえー、キングサーモンのラベルを貼ってしまいましたと。まあ、いわゆるトレイがあのキングサーモン用だったということもあって、そういう、えー、ミスが起こってしまいましたということです。 えこれもです、ね、伝達の重要性あるいはお互いの確認というところが抜けていましたと、えー、次のページですねこれも伝達ミスで誤っ、えー、た原産地名を表示して販売をしてしまいましたという事例でございます漁、えー、子小ぶりの産地がいつもと異なる産地へ変更になるということの説明を受けていたにも にもかかわらずですね、それはうっかりちょっと失念を忘れちゃったということですね。したがってその、そういうことはちょっと考えていなかったあー産地変更の表示を反映せずに、まああの、間違った表示をしてしまいましたということの事例です。で、これも思い込み次の、次の事例もそうですね、思い込みによって誤った原産地名を表示して販売をしてしまいましたということで、えー 直近で同一,をし同一製品を仕入れていたということで、まああの、同じものだというふうに担当者が思っていてですね、それをお、まあ、思い込みですね、思い込みとして、えー、うっかりしてしまったということです。で、次の、えっと、16ページ、これは、まあ、システムの不具合ということがありますが、 えー、表示ラベル作成時に原産地名が出,出力されないという不具合が発生し,してしまって、その結果、継続的に原産地名の表示欠落が発生したということなんですけども、これは、まあ、体制不備とヒューマンエラーというのがミスの要点というふうに挙げてありますが、まあ、実際にです、ね、販売する人が表示そのものの知識があればです、ね、これは抜けてるなというのは気が付く。 うことも十分あのあるあるあります。したがって、まあ体制整備ヒューマンエラーと兼ねて、やっぱりその制度の理解不足っていうのは、あのこの中にあの非常に大きなあの問題としてあるなというふうに思っています。この事例をそれぞれ整理をしていく中で、私たちもこのを見ていくと、こう実際になった事例なわけですから、えー、この表示の制度に対する 知見というのが、まあ、あの販売者の方、あるいはそれに関わる方たちはです、ね、やはりあのしっかり持っておけば、どこかで防げる事例が多いなというふうなイメージで、これらを作成しました。また、これら提供していただいたスーパーマーケット協会等もです、ね、やっぱり人間がやるっていうことは、本当にミスはどうしても起きるということを、 想定しながらですね、仕事をすることが必要だということも言われていましたが、全くその通りではないかというふうに思います。次に、今までまあ生鮮でしたけれども、今度は業界類、製品、加工というところで、まあ、全体的な表示ミスの発生原因をここにまとめてありますが、えっと、一つ一つ少し見ていきたいというふうに思います。 えまずは、ですね、えー、と調理冷凍食品に使用方法、内容個数等を表示せずに販売しましたということになっています。えー、表示の大きな大前提として、まああの、消費者庁の方からよく言われている横断的表示基準、いわゆる全般的な表示基準というのはあるんですけども。 その表示基準以外にです、ね、個別の表示基準というのがいくつかあの存在します。でえー、と皆さん方はです、ねあの、まず自分のところが扱っている商品のものについて、全般的な表示基準とは違う個別の表示基準があるかどうかというのをです、ね、まずは把握しておいていただければというふうに思います。でこの調理冷凍食品には、えーと、個別の表示事項というのが存在します。 したがって一般的には書かなくてもいいものになんですけども、この個別の基準、表示事項において、どうしても書かないといけない事項というのが存在するということです。ここではですね、使用方法、あるいは内容個数、回答方法、調理方法等を表示する、あるいは内容個数をこのように、丸小入り、な丸 B 入り、えーま、などと、ま、表示をしないといけないということになっていますが、ま、この えー、超冷凍食品の表示についての,あの知見がです、ね、なかなかなかったということです。の個別の表示基準はですね、ね他にも後からも出てきますが、えっと、削り節であるとか、それから塩蔵わかみであるとか、お、え、に、ー、加工品であるとかあの、そういうものについても個別に表示基準が定められています。まあ、従って一般的な表示方法だけでは あの足らないということがありますので、先ほど言いましたように、自分のところが扱っている商品に、個別の表示基準があるかないかっていうのは、ぜひです、ね、あの把握をしていただければというふうに思います。で、えっと、この個別の表示基準がどうしてあるのかっていうことを、まあ、少し、まあ、例えばあの加工食品なんかにおいてはです、ね、なんであるんだろうっていう方がいらっしゃると思います。 でこれはですね、もともとですね、えー、JAS の、私ども JAS 協会ですけれども、JAS の企画っていうのがもともとあって、その中にです、ね、個別の表示事項が定められていたケースが非常に多くあります。まあ、削り節なんかもそうですし、塩素わかでもそうです。でしたがって、その JAS であの決められていた表示事項がそのまま食品表示法に移ってです、ね、食品表示記事の中で取り入れられていると。 いうことがあるので、あのー、今、JAS の,の基準がある品目、あるいは昔 JAS の基準があった品目においては、あのー、かなりの割合でこの個別のです、ね、表示事項が定められていますので、えー、そこの部分はです、ねあのー、注意をしていただければというふうに思っています。で、えー、と今言ったこの誤った表示と正しい表示例を次のページに表していますが、 この6個入り上げで暴れてあげてあります。調理方法がまあ、このように書いてないと、この場合は表示違反になってしまいます。ということです。で、これらの個別の表示事項については、やはりその消費者を含め、業界団体を含めた中で、まあ、これまで長い歴史の中で決められてきたものです。なので、まああのそれはですね。あの消費者も含めて非常にこの方が分かりやすいと。 いいいいううこととととがあ,の元々あるというふうにご理解をいただければと思いますあの、えっと、表示事項が、まああのえっと、いわゆるその消費者庁、昔は農水省、あるいは厚生労働省だけで決めているというものではなくって、やはり業界の方々、あるいは消費者の方々のご意見を踏まえながら決めてきた内容、実績がありますので、そういうふうにあのご理解をいただければというふうに考えます。 次にあの、生鮮と加工について、先ほど少し触れましたけども、生鮮と加工というのもですね、表示の世界では少し特殊なあの状況にあったりします、えー。よく言われるのが、このコラムにあるものですね、えー、いわゆる、えー、と刺身の盛り合わせについて例に出されます。えー、マグロですね、マグロとお違うものを、 えっと、マグロの木肌とメバチを盛り合わせたものは同種混合として生鮮食品に分類されるんですけれども、マグロとハマチを一種混合といいますが、を混ぜると、これは加工食品という分類になります。これは表示上の話ですが、表示上、加工食品というの分類になるので、加工食品としての表示が必要になってきますということです。えー、ここもですねあの、あのー、少しあの最初は 初めて聞かれた方はちょっと驚かれるかも分かりませんが、これもいろんな議論をされた上でで、すね決められてきたというふうに理解をいただければと思いますが、生鮮食品としての表示か、加工食品としての表示かということについても、ですねどこまでが加工食品、どこまでが生鮮食品ということをよく理解した上で表示をしていただければというふうに思っています。 まあここもですね、表示ミス事例としては、水産加工品であるつぶ煮をですね、まあ、間違ってです、ね、生鮮食品として表示を行ってしまいましたということになっています。次に、原料原産地表示におけるまたは表示の注意書きをせずに販売ということがあります。えー、原料原産地表示はですね、えーとまあ、数年前。 にあのできまして、これもいろんな議論があった中であのできてきたというふうに申し上げてよろしいかと思いますが、今は現在、あすべての加工食品に義務付けがなされているということです。でえっとその中で取り入れられたのが、または表示と大国り表示という方法が取り入れられています。でここのこれは マタ表表表示示示だととかオーク表示ってていいいううのは例外表示というふうに、まあ、あの言われています。え通常の,です、ね、あの原材料においては、大体もう決ま,決まっていて、多いもの順っていうのははっきり決まっているわけなんですけども、まあ、原料原産地表示についても、あの例えば2か国のものを混ぜたら、多いものから書きましょうっていうのが、まあ、あの1つの原則ですね、アメリカとカナダのものを仕入れて、その両方を使いました。 でどっちが多く使ったか、アメリカが多く使ったらアメリカ、あチョン、カナダと書くのがあのお原則ですけども、まあ、その季節やその時々によって、それがもうひっくり返ります、えー。カナダの方が多かったりします。あるいは、えっと、アメリカのものしか使わない時もありますなどの、まあ、いろんなパターンがあるケースがあって、ですねこの原料原産地表示を取り入れる際には、それらを まあそういう状況をですね、すべて、えー、原則の通りやると、包材がいくつもいるということになっちゃいますので、このまたは表示、あるいはおくく表示というのを取り入れたという背景があります。で、または表示を行う場合、ここの事例にあります、イカ、タイ、またはベトナムと書いてありますが、この順番についてはですね、 どういうふうに判断をするかというのは、イカの産地は前年の使用実績順というこの注意書きがいるんですね。前年の使用実績順からいくとタイの方が多,い多かったです。だからタイまたはベトナムと書きましたということなんですけども、このまたは表示を書く際にはこの、えー、この注意事項が必要だということが決められています。えー、ちなみに、大国理表示はまあ輸入とか書けるんですけども、その場合は3つ以上の外国がですね、 外国の産地のものを輸入していますということでが必要になってきますのであのその旨気をつけてもらいたいなと思いますただこの例外表示と言われているまたは表示や輸入大黒表示はですねあのうまくって言ったら変差し支払いがあるかも分かりませんが有効に使っていただければ非常に使い勝手のいいものになるんではないかというふうに思っています えと次にですね、えー原作、原産国名は原産国名欄ではなく、原料原産基本として販売をしてしまいましたということで、えー、まああの輸入加工品を小分けしたときにまあどう書くかということですね。今回のこの事例は輸入した中国製造のうなぎ加工品を小分けして販売する際ということになります。えー、と次のページにえっとその正しい表示というのが書いてあります。えー まあ、うなぎのです蒲、ね、焼きそのものをまあ輸入しているということになりますので、これは原産国名、中国ということになります。えー、そこの部分も、まあ、あの気をつけていただければというふうに思います。えー、次に、えー、認識不足によるご表示、うん、ということで、貝入りと表示する虫かまぼこについてはですね、えー、この 特出しをしているので、この場合は、この正しい表示例を見ていただければと思いますが、魚肉のだけではこれはダメになっています。えー、たら、たい、えぞ、まあ、いわゆるそのこの使用した魚種をすべて書,き書,き書いてくださいということになってますので、これも気をつけてもらいたいと。それから、これはもうあの本当の表示ミス事例ですね。 えー、納品された商品の原産国が通常と異なっていたことによる原産国名の表示誤りということになっています。まあ、この辺からは、ですねやっぱりこの先ほど言った伝達などが十分にできていないということが、えー、原因として挙げられるということになります。えー、次は、ですねあのこれもラベルの貼り間違いというのは最初の ウェーブから出した回収の中に結構あるということを聞いていますが、こ本当にこの実際にです、ね、ラベルの貼り間違いというのは起こりやすい。で今回のこの事例は、ですね貼り間違えたことによってアレルギー表示が間違ってしまったと、あるいは欠落してしまったということがあります。まあ、ご存知のように、アレルギー表示はやはりその健康にですね、 直結するものですので、非常にです、ね、重大なミスになってしまいます。で、まあ、この場合はです、ね、小麦、卵の欠落と、一丸一丸二の商品にい、張り間違えたためにこういうのが欠落してしまいましたと。あのちなみに、えっと、このいくら先のことについて記載がありますが、その日常管理のポイント、一番右側の中ほどに書かれていることを、まあ、あの見ておいていただければと思いますが、 あのあとアレルゲンにはです、ね、特定原材料というもの、いわゆる義務付け、必ずかけないといけませんというものと、準ずるものというものの2つに分かれています。まあ、準ずるものには実を言うといくら先は入っていますので、あのまあ、可能であればこれもです、ね、含めて記載をしていただければと、あの消費者庁も、まあ、あのできるだけ準ずるものについても記載をしてほしいというふうに言っておりますので、まあ、そういう 義務付けではないにしろあ、そういう分け方がちゃんとあるということで、えー、理解をいただければと思います。えー、っと、これもですね、あの詰め替え作業の際の、包、えー、材のお間違いですね、詰め替え作業の確認体制がなってなかったということがあります。えー、次にはですね、これもあのおヒューマンエラーということですが、えー データをですね間違えましたと。誤ったドライブルが各店舗で発行されてしまいましたということですね。あの本当の,のヒューマンエラーということになりますが、えー、これは本当にあの先ほども紹介しましたように、人間がやることですので、エラーはつきものだということを常に頭に置いた仕事をしてもらいたいと。えー 次はあの原料品出しの誤りによる原材料名および原料原産地名の表示誤りということでえー作業指示とは違う原料原産地の内閣工品を誤って品出しをしてしまいましたとまあ指示と違うものを出してしまいましたということになりますえここもですねまあどのように防ぐかということをまあ各担当者あるいはダブルチェックなどが必要かもしれません これもですね冷蔵販売の商品に冷凍販売用のラベルを調布したことによって起こった事例でございます。これなどは、ですねやっぱり制度の理解不足も相まっているというふうに言っていいかと思います。これ、入力漏れですね。次のしらすに関しては、入力漏れということが挙げられています。 まああのラ,ブレラベル作成機の内容の欄に数値を入力せずに発行してしまったということで、表示の欠落が生じましたということなんですけども、まあ、あの表示の知識があれば誰かが分かるというはずなんですけども、こ,れもこのまま販売してしまったということになります。ということです。次に、回、えっと、藻類の方行きますが、えー えー、海藻類についてもです、ね、この加工食品か生鮮食品かっていうところの判断が必要になってきます。これを間違えると、表示が全くう違う表示をしてしまうということになります。えー、次の塩蔵わかめは、あの先ほどもちょっと触れました、個別的表示事項があの決まっています。したがって、横断的、いわゆる一般的な表示事項だけでは足らないと。 いうことになります。食塩含有率などは、ですね、もう本当にこの塩蔵わかめ特有のものだというふうに思いますが、こういうものも表示が義務付けられていますので、あの注意が必要です。これもですね、あの原産地名ですね原、原料原産地名表示の誤りと、先ほど言った、あの えと原料原産地名については、国名にするか、またその詳しいところを書きたいという方もいらっしゃるんですけども、ああ国産というふうに書いておけばまあよかったかもしれませんが、使ってないえものをですね、ここに書いちゃったとっいうことなんかがあると、もう本当にあの間違いになってしまいます。愛媛県産は入ってないのに、愛媛県産と書いてしまったということです。 最初にあのご説明しました、魚介類の名称ガイドラインは、この最後にあの紹介をしてありますので、この事例はですね、ざっとこう見ていきましたけれども、やはりえ確認不足、あるいは入力漏れ、あるいはうっかりミスっていうのはかなりあります。と同時に、やはりその表示制度への理解がえと不足している方がですね、どうしてもいるということで、そこが あのしっかり、えー、学んでいただいておけば防げる事例がたくさんあったんではないかというふうに考えております。えー、これは今、最初に申し上げましたように、これ実際の事例、えー、農水省あるいはあのスーパーマーケット協会からご提供いただいたもののすべてではありません。あのジャス協会のほうで、えー、ピックアップをさせてもらって、あの掲載をしていますので、まあ、こういう事例があるということと、それを防ぐための まああの例えば名称のガイドラインなどがありますとあいうこと、あるいは表示の制度をしっかりするためには、まあ、いろんな業界さんもあの表示のセミナーなどを行っていらっしゃいますし、東京会でもまあそういうセミナーなども実施しておりますので、まあ、そういうのを利用していただければというふうに思います以上です。